はい、皆さんこんにちは。今日の動画では中国での商標出願のチップスの続きをお話ししたいと思います。前回の動画では自社の使用を保護するためのロゴでの出願と、他社が同じ名前の商品を販売しないように防御するために標準文字での出願も検討するというお話をしました。今日は商標の区分に関するチップスをお話ししたいと思います。商標を出願する際には、その商標を登録する区分というものを指定して登録する必要があります。区分というのは、商標で保護する商品やサービスの範囲だと思ってもらうと分かりやすいと思います。ざっくり言うと、 T シャツや上着、ズボン、靴といった服類を保護するためには25類という区分で登録する必要があります。ただこの25類にはカバンが入っていないため、カバンを主力製品にしているブランドは25類に加えて18類についても登録する必要があります。それならできるだけ多く登録しちゃえばいいのではということがありますが、区分を増やすごとに登録費用が多くかかってきます。一つの区分を増やすごとに 1.5 から2倍弱程度に思っておくと良いかと思います。これは商標を誰かが登録すると、他の人は同じ商標を使えなくなってしまうので、商品の種類やサービスを細かく分けて登録してもらうことで、必要な範囲で独占権を設定してもらい、他の人のビジネスの可能性を残しておくという商標の制度に基づくものです。それではアパレルブランドの場合、どの区分を登録しておくべきかというと、まずは服を広くカバーする25類、加えてカバンを主力製品に加えているようなブランドは18類を出願することが多いです。その後、ラインナップの幅が広がるごとに、例えばサングラスやスマホケースといった小物を含む9類、化粧品や香水を含む3類などの登録も考えることになります。通常はラインナップが実際に増えるたびに区分を追加していくのが費用を最小限に抑えるコツなのですが、中国の場合は先取りしてしまう第三者がいるため、将来販売することを予定している場合には、この区分を早めに登録しておくことが重要になってきます。誰がどのような商標をどの区分で取っているかということはネットですぐに分かるようになっています。例えば中国で服の25類、カバンの18類を取っているブランドがいたとすると、このブランドはきっと将来的に香水やサングラスといった小物も販売するかもしれないぞと考えて、先に出願されてしまうと、いざそれらのアイテムを中国のセレクトショップなどに卸した際に商標権侵害を主張されてしまい、損害賠償や商標の買い取りを要求されてしまうことがあります。このような悪い考えの第三者に対しては、その登録は違法であると主張して取り消しを訴えることも可能なのですが、弁護士費用がかかってしまったり、期間も1年など、とにかく取り返すのに時間がかかるので、商品のローンチのタイミングを逃してしまうことになりかねません。そこで中国に関しては、早め早めに将来の商品展開を見越して幅広で商品区分を抑えておくということが重要になります。このような海外での商標出願に関しては、東京都などの自治体やJETROが要件を満たせば助成金の対象ともしています。海外での出願や助成金の利用は、早め早めに戦略的な検討が重要になりますので、将来の商品展開を見据えて専門家に相談してみていただくのも良いかと思います。今日は商標の区分に関するお話でした。ご視聴ありがとうございました。